ビーナーツユンダー1864年起爆スイッチはこのような箱状でありダイナマイトプランジャーやバッテリーと接続して使用する。キーを差し込んで回すと起爆するダイナマイトプランジャーとは葉っぱを行うときに電気雷管を起爆させるための電気を起こす一種の人力発電機である。起爆スイッチまで含めた全体を指して葉っぱ機と呼ばれる。一般的には t 字型の棒がついた大きな箱の姿をしている。電線をつなぐための端子があり、端子の先には起爆スイッチをつなぎ、その先にダイナマイトなどの爆薬に接続された雷管がつながれる。創作などでは、この t 字型の棒を仕込むと起爆するような描写がなされ、起爆装置そのものとして描かれることが多いが、実際には起爆に必要な電力を供給するための 発電装置であり、上下にピストン運動させることによって発電させる。本物の起爆スイッチがついている起爆装置はダイナマイトプランジャーと電線で接続しており、回転させるためのつまみがついた小さな箱である。欧米ではコレクターが多く、ネットオークションなどによく出品されているダイナマイトプランジャーをモチーフとした玩具も多い。葉っぱの規模が大きくなると、 多数のダイナマイトを同時に起爆させる必要から、導火線の代わりに電気雷管が使用されるようになった。1805年にオーストリアで世界初の電気雷管を使用した葉っぱが行われたが、これはガルバニ電池を電源に用い、コイルの塊でできた変圧器で昇圧した起爆装置を使っていた。しかし、電池と変圧器の組み合わせは、 野外で運用するには重くかさばりすぎて不便だった。上に電圧の不安定さから起爆失敗も多かった。1860年代にジークフリートマルクスがマグネトウとコンデンサーを組み合わせた装置を発明した。これは人力で T 字型の棒上下運動させることでマグネトウを回転させコンデンサーに電気を貯める装置であった。この装置は ビーナーツユンダーとして1864年にシーメンス社から販売され、世界的に使用されるようになった。T 字型の棒を上下運動させる構造は、当時のマグネトウが大変に力のいる装置であったため、体重をかけて押し込み、背筋を使って引き上げなければならなかったためである。後に、マグネトウが改良され、小さな力でも十分な電力が起こせるようになると、 手回し式に変わった。現代では電池式の起爆装置に置き換わっている。ありがとうございます。